はい、ヤマハマジェスティ S ですね。S ですね。はい、こちらのですね、中型ナンバーがついているので分かると思うんですけども、こちらのオートバイはですね、125以下ではなく、その上のクラス、K 二輪に当たります。150cc かな。はい、なので、このバイクはですね、通常のですね、高速道路を走ることができるですね、スクーターなんですけども、あのビッグスクーター、じゃないわけですよ。ビッグスクーターじゃなくて、なんでこんな中途半端な排気量のバイクに乗んなきゃいけないんだよ、っていうふうに思う方もいるかもしれないので、このスケールの中型バイクのですね、アドバンテージをですね、一緒に考えていきたいと思うんですけども、まずですね、高速道路に乗れる乗れないっていうのは、まあこんなこと言っちゃ悪いんですけども、2周のですね、オートバイしかない暮らしをですね、暮らしに今から戻ってみるとですね、結構不便です。結構不便。まあ近くでしか使わないっていう場合はいいんですけども、まあ都内でもそうなんですけども、30キロぐらい離れるとですね、で高速道路が並走していると、もうちょっと高速乗っちゃって帰りたいなとかいう時にですね、高速にも乗れる、高速にも乗れるバイクと一般道しか走れないバイクっていうのはですね、その時の疲労感ってまるで違うんですよ。高速にも乗れるバイクで下道で帰る、あえて帰るっていうのとですね、下道しか走れないで高速乗れずに帰るっていうのはですね、これはね、想像してみてください。1回でも経験した方ならわかると思うんですけども、これかなり違うんですね。道路によってはですね、原付が走れないようなバイパスみたいな、ちょっと小区間の道路みたいなのがあるんですよ。そういうところで、わざわざ遠回りしなきゃいけないという経験がある人だと、まああんまりこうですね、2周よりもやっぱこっちの方がいいんじゃないかなというふうに思われるというふうに思います。であとはまあ維持費の関係ですね。2周はですね、ファミリーバイク特約というですね、任意保険が使えます。はい、ファミバイが使えるので、しかも台数無制限というですね、アドバンテージがありますので、非常にこうコストパフォーマンスが良いとされるんですけども、もちろんですね、こちらのクラスになってくるとファミバイ使えませんので、通常のですね、任意保険を1台分かける必要っていうのは あります。はい、あるんですよ。まあ、その点だけがですね、一番ネックなのかなというふうに思います。ただですね、考えようにもよるんですけども、セカンドカー割引とかあるんですよ。まあ、もしもう1台持ってらっしゃる方がですね、これをサブで乗る場合、セカンドバイク、セカンドカーになりますので、任意保険っていうのは同じ会社であればちょっと割引がされます。であとはまあ最小限度でかけて、人身障害だけ、他のやつでですね、フルカバーのやつに入っちゃうっていう、そういう手もあります。はい、であとは考えようにもよるんですけども、こちらのですね、バイクで任意保険を育ててやると、普通車なので、大型乗ったりとかした時も、その育てた任意保険の等級をくら替えすることができます。であと月割りで計算してみると、やっぱそんなにはいかないですよ。年齢条件にもよりますけれども、はい、そのぐらいかなというふうに思います。じゃあちょっとアドバンテージ的な話にまた戻っていきますけれども、やっぱ排気量が大きいオートバイっていうのはですね、部品的にも壊れづらいなというのがあります。壊れづらいなというのがあるんですよ。はい、なんでかな、結構2種のスクーターって手荒く扱われてるものとか、あとね、メーターぐるぐる巻き戻してあるのがなんかやたら多い気がするんですよね。なんかそんな気がしません？それに比べるとですね、ちゃんとこの中型クラス以上のバイクっていうのは、ね、そこまでなんかいじられてるものってのは少ない気がします。はい、あとは125と150、この 25cc の差っていうのは結構違いますね。トルク的には非常にこう強くなる気がします。はい、
通勤に非常にこう通勤や通学ですね、そうしたことに使っていただきたいと思ってますので、ラゲッジ見てみましょう。はい、こんな感じです。書類入ってるけど、ヘルメットは一応ハーフヘルがですね2つぐらい入るようになってますね。でここになんかポーチがついてます。でここにこう書類をこう入れておきましょう。はい、ね、メッシュのこの何か物入れがありますけれども、でかなり大きくなってます。で ETC ついてます。はい、ETC がついてるっていいじゃないですか。で ETC 付きでのスクーターですよ。昔高かったな。であと、それだけ情報がありまして、で、非常にこうコンパクトな車体であるということ。車体クラスはビッグスクーターに比べるとですね、よりいい原付2種の方のサイズに近いです。なので、置き場が限られている人にもですね非常にこうも受け入れられるのかなと。であと、非常にこうシートが広いですので、グラブバーもしっかりしてますし、タンデムにもちょうどいいですね。だ2人乗りで、通勤通学、それからちょっとしたツーリングなんかもできるんじゃないかと思います。電源ついてます。シガーソケットと USB がついてますね。はい、こちらにあります。はい、であとフロアっていうのはここなんですけども、ここはですねやっぱこうフラットなのがとてもいいんですよ。だいたいビッグスクーターになってくるとここセンタートンネルあります。だから真ん中にですね、こうなんかこう盛り上がりがあるんですよ。でそれがあるとどうなるかっていうとですね、ポリタンクみたいなものを置いたりとか、買い物袋をドカッと置いたりとか、営業カバンとかをですねドーンと置いて足で挟んでバーって走るとかですね、そういうことができません。でこういうこのスペース意外と使えるんですね。意外と使える。でここにまあコンビニフックありますね。ここに買い物袋を下げようよという前提ですね。はい、でここに今小柄ながらグローブボックスもありますので、飲み物をですね飲みながらずこっとこう突っ込んで、走ることもできるかなという感じですね。はい、はい、どうですかこの静粛性。非常に静かです。でスクーターにもかかわらずですねタコメーターがついてますので走行中目も寂しくないかなというふうに思います。どうでしょう、ね、見てください。結構パネルはかっこいいんじゃないかなというふうに思いますね。はい、こんな感じの作動音です。桜咲く季節ですね、いかがなもんでしょう。皆さん燃費も非常によろしいで、ございます。でしかもお尻の下蒸れないようにですね、ここにメッシュのシートカバー、これ結構いいですよ。はい、がついてますので、はい、いいんじゃないかな。長時間渋滞はまるような場合でもですね、お尻が蒸れにくいのかなというふうに思います。はい、いかがなもんでしょう。マジェスティ S ですね。マジェスティ S で合ってんだよな。マジェスティ S、はい、たまに僕社名間違えますからね。今最近いろんなバイクありますからね。スクーターも昔マジェスティって言ったらマジェスティしかなかったんですけども、いろんな派生車種が出てますので、僕も間違えないようにするのは必死ですけれども、通常のですね販売、条件で発売販売させていただいております。納車整備、それから納車整備というのはですね、基本的な消耗品交換、はい、それからテスト走行、それから自賠責はこれ32年までついてます。で名義変更をした上でお渡しになります。基本的に私配送いたしておりますけれども、少し時間かかっちゃいますので、お急ぎということでありましたら業者さん手配をさせていただきますので、その旨お申し付けいただければ幸いでございます。もちろん店頭から乗って帰っていただいても結構です。価格はですね店頭乗り出しの価格となっております。はい、というわけで、スクーター、この時期ご入り用じゃないでしょうか。はい、ぜひこの機会にどうぞよろしくお願いいたします。